皆さんこんにちは。今回もですね、スパークスのプレイングサッカーで、サッカー日本代表対アルジェリア代表ですね。はい。で、フォーメーションこちらになりますね。また、シャローストライカー長友、以前1回だけ試しましたが、その別のフォーメーションの形をですね、今回中島を、右に寄せたトップ下ですね。はい。この形で使っていこうと思います。で、大迫をセンターフォワードで、乾原口使って、あと本田圭佑ですね、ど真ん中に。はい。日本代表に欠かせない、一人ですね。あと香川ですね。あと、はい、こんな感じでちょっと動き見ていきたいと思います。はい、以前シャローストライカー長友やった時非常にうまくいったんで、今回はまた特に長友ですね、ストライカーとしてどう機能するか、それが見たいですね。はい。相手アルジェリアですけど、アルジェリアは、ハリル・ホジチ監督の時に非常に結果を残した緊密なディフェンスのできるチームですね。はい、アフリカのチームですね。いや、やばい。あの辺のスリマリなんか、プレミアで非常に活躍してるらしいですけど、そういう新しい選手が出てきてますね、アルジェリアは。はい、この辺、原口から、長友落としで大迫と。いや、ちょっと今逆の方がいいな。はい、あー、ミスった。ちょっと操作ミスで、今、大迫の落としで長友が受ける方が多分いいですよね。大迫を落としに入った方が、うまいんでね、一番。はい、これカットして、乾から大迫当てて、こっちが原口使いますね。あ、長友走ってんのかな、これ。はい。あ、中島か。そうか、右に寄せたんだ。右から崩した方が、中島右にしたんで、理想ですね。これは取ったら、はい。大迫の都市から、はい。香川、長友、大迫、中島と。はい。理想的な、やっぱり大迫の引く動きから始まってますね。後ろ向いてボール受けるの非常にうまいんで、そこをやってもらいたいですね。はい。原口ここにいますね。あ、間違えた。で、ディフェンスの絡め、本田が特に重要になってくると思いますね。わあ。はい、本田、うまい。よし。頼む、取りたい。あ、よかった。あ、危ない。はい、ここにいるんで原口当てて、大迫落としで長友と。ちょっと無理か。はい、中島いるんで、はい。はい、中島から大迫ですね。大迫真ん中でフリーでしたね、また。大阪オフザブローの動き非常にいいので、不利になる機会も多いですね。で、長友ハイプレスに使えるんで、これも、うわ、でもかわされてる。ストライカー長友のメリットなんですけど、ハイプレス要因としてね、はい、1-0 ですね。ちょっともう一回、長友行ってくれ。はい、ここで取れるか。わあ、あ、まあ悪くないですね。よし。えい。はい、やった、崩した。長島のシュートで。やっぱり中央に2人ストライカー、ディフェンス気味に走ってくれてるんで、ボール取りやすいんですね。はい、大阪の落としから長友と。はい、まあこんな形で。ただアルジェリアの守備がやっぱりいいな、これ。いいですね。アルジェリアやっぱりプレスが早いんで、こっちが組み立てようとすると、ボール触られちゃうんで。はい、大阪の落としから中島、原口と。で、中央上げます。わ。頼む。いや、どうなんだ、危ない危ない。よし。はい、またいつもの大阪、センターフリーというやつですね。後ろから来るボールダイレクトでシュートできる。大阪は非常にやっぱりフリーになることが多いですね。実際でもそれだけ、ボールのない時のオフザボールの動き重要ってことでしょうね。はい、原口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 、最後まで原口。いや、やっぱり原口、酒井宏樹なんかサイド、右サイド特に突っ込めるんでね、非常にいいですよね。90分通して運動量が落ちないタイプの選手っていうのが重要だと思いますね。えい。はい。え、はい。大阪ど真ん中また。はい、ここですね。わ、ちょっとな、やっぱり、前よりうまくいってないですよね。アルジェリアだからかな、相手が。大阪落としで、はい、長友と。で、大阪にまた落としてシュートと。わ、やっぱりこの長友と大阪の縦の動きですね。縦に2枚並べたんで、
縦の動きで攪乱できる。はい、また大阪真ん中フリーですね。長友もちょっとフリーでしたね。長友が、やっぱりどっちも動き出しある選手なんでね、2人で、ディフェンス陣攪乱すれば最強ですね。この2人が近くにコンビネーション組むと相手は非常に嫌だと思いますね。頼む。はい、大阪ランは90分ずっとオフザボールの動き繰り返してるらしいので、相手ディフェンダーからしたら非常に嫌でしょうね。長友もそれを90分ずっと動き続けられるんで、それをね、センターフォワードとストライカーでやられたらたまったもんじゃないでしょうね。4-0 です。はい、ウルグアイ、あ、これいきますか、もう1試合ね。ウルグアイ非常にディフェンス、ゴディン、ヒメネスいて、ディフェンス強くて、また攻撃もスアレス、カバーニの単独2トップということで非常に強豪ですが、これにシャドーストライカー長友が、またこの攻撃の本田、香川を加えた布陣がどう通用するかどうか見たいですね。はい、大阪はここに、うわあ、危ない。いいねから。はい、長友落としで、わあ、やっぱり長友ちょっとポストはさすがにできないですよね。サイドバックの選手なんでね、それは求めすぎですね。ストライカーとしてアジリティ非常に高いんで、その動きで崩して、はい、こんな感じで、はい、長友いいですね、今。大阪がセンターで潰れて、長友ファーでフリーと。これが見たいですね。やっぱり大阪も長友ともに縦の動きが強い選手だと思うんでね、その2人の、化学反応というか、関連性というか、それで、より、効果が倍増するとしたら脅威でしょうね。はい、やっぱりゴディンが効いちゃってますね、これ。本田ミドルシュートなんで。はい、ああ、すごい、入った。ああ、すごいですね、やっぱり。まあでも、あれくらいの距離から本田フリーキック入ることあるんで。ロングシュート。やっぱり、ミドルシュート打ってる選手が1人いれば、中盤に1人いれば、それだけ攻撃の、パターンというか、ボール奪ってすぐシュートっていうパターンが出てくるんでね。あとミドルシュートカウンターを受けづらいっていうのが、攻撃パターンとして非常に魅力なんで、シュートで必ず終わりますからね、ミドルシュート、攻撃の戦術として選べば、それが大きいですよね、やっぱりミドルシュート、はい、長友の動き出しですね。真ん中やっぱり大阪は引いてたんで、今センターバック、ヒメネスかゴディンがちょっと釣り出されてスペース空きましたね。はい、この縦の動きの関係性が非常に良さそうですね、やっぱり。うん、カバーに、やばない。はい、で今、日本の攻撃がうまくいっちゃってるんで、やばない。ああ、この人強いね、ベルタンクール。どうでしたっけ、ローマかプレミアかですね。はい、まあ、ウルグアイ非常にスアレス、カバーニって攻撃的なチームですが、ディフェンスの、時間でつまずいちゃうと一切攻撃なんてできないですから、そこですね。まず攻撃をしたいなら、守備の時間を減らさなきゃサッカーはどうしようもないってことでしょうね。いや、頼む。はい、はい、原口、長友引いて戻って、中島から原口と、いや惜しい。これもう一回やりたいな、このフォーメーション。楽しいですね。はい、ホンダに行きます。うん、やっぱり、ドリブルいる選手が多いと、いいですね。はい、長友シュートで。シュートは別に、そこまで、あれでいいですけどね。攻撃が、シュートまでこぎつける、っていうのが重要だと思うんで。はい、これは取りますね。よし。頼む、頼む、頼む、頼む。いや。あ、やばい、これ。3対2、3対3か。うわやられた。はい、今のほぼ1点ですね。やっぱりスアレス、カバーニ、あー、強いなー。これですね、やっぱりコーナーキックも、日本代表決して、得意ではないでしょうからね。相手、スアレス、カバーニのマークなんか、考えただけで、恐ろしいですけど。やばい。これも1点か。うわー、急に、これがある。これがあるんだ。危ない。あ、やばい。はい、大阪落としで。あ、ありがとう、大阪。犬は知ってますね。はい。うわぁ、やばい。しまって。はい。これキープしたいな。よし。いやー、やっぱり大阪がいると助かりますね、今みたいなところ。キープしてくれれば、
特に、時間使ってくれるんですね、ディフェンスの時間を、はい。相手がカウンターできない感じにするんで、はい、これも大迫引いてくれてるんで、よし、ああ、この人か、トレイラーでしたっけ。ここが怖いな。はい、いや、これもちょっと、まあ、あ、これ、やばい、あ、ダメだ。行かれたか。はい、ほぼ1点です、今の。やっぱり、アンカー兼センターバック柴崎なんでね、吉田長谷部がかわされると一気に危なくなる。ゴディン、あー、しょうがないですね。もうこれはリスク負ってるんでしょうがないですね。この2点はやっぱりゼロバックの、あ、というか、まあ3対2ですか、悪くないですね。はい、今回これですね、まあ比較的うまくいったということで、長友シャドーストライカーですね、やっぱり機能しましたね。中島もやっぱり右サイドで躍動する感じで、この2人やっぱりいいですね。長友シャドーストライカーはなんかやってて非常に攻撃が組み立てやすいというか、すぐ見えるんでね、ロングフィードが特にバンバン入るんでいいと思いますね。あと中島も、この位置で動いてくれれば非常にドリブルもあるしパスもできるんで攻撃しやすいですね。あと課題はやっぱりディフェンス面ですかね。そこがどうか、まあ、長友高めにやってんでハイプレスでしょうね。まあこれは長友原口でハイプレスしてもらって、なんとか敵の攻撃を食い止めるっていう感じで、まあウルグアイ強豪相手2点取られちゃいましたから、その辺ですね。まあというわけで今回はシャドーストライカー長友ということで、うまくいったということで、これで終わりたいと思います。